どうも佐徳です。水入れ10日苔がついてきました。生物兵器を投入していきます。その正体はもちろんこれ、じゃん、5匹500円。俺あんまり映ってないな。南です。はい、では早速水当てやっていきます。はい、天敵ですね、いつものように。まあここからシューってここからですね入ってきてポタポタと落ちていきます。落ちていった水は今回このコップで受けることにしました。はい、多分綺麗に出てきてくれます。間にね一個フィルターみたいなの入れてるんで、それで、徐々に溢れてもエビは逃げないという算段でいこうかなと思っております。最初は3秒に1滴やっていきます。1、2、3、1、2、3、1、2、3、このペースでいきます。1時間経過です。ではもう少し早くしていきます。はい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 、はい、このペースでいきます。2時間経過です。ではさらにスピードを上げていきます。はい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 、こんなペースで、はい、合計3時間ですね。ラスト1時間、このペースです。はい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 、このペースです。これでもう4時あと1時間やってこっちの水槽に入れていこうと思います。はい、合計5時間、エビの水合わせは5時間。では早速投入していこうと思います。ほとんど暴れず、ちょっと手前のやつがバタバタとしてるかな。大きいのがちょっとバタバタとしてるけれども、それ以外はほとんど暴れず。まあ水合わせとしては成功かと思われます。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。